こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンは DIY して車中泊しよう、軽キャンを作っている動画になります。過去の DIY の様子もすべて再生リストにまとめてますので、ぜひご覧になってください。今回は車内からバックドアを開けれるように DIY をしていく内容になっています。車内からバックドアを開けれるようにするやり方の動画を YouTube に上げている人はたくさんいると思いますが、今回僕が紹介するやり方は、より簡単にできるように少し工夫をしております。もしかしたら一番簡単にできるやり方かもしれません。ということで動画を見ていってください。よろしくお願いします。早速やっていきます。まずは内張り剥がしやリベット剥がしなどを使って、バックドアのカバーを外していきます。カバーを取り外しました。カバーを取り外してビニールの奥の方に鍵を開け閉めする装置が見えるかと思います。おそらくですがバックドアロックアクチュエーターという部品だと思います。今画面に映っている普通の棒のようなものが見えるかと思いますが、この棒が下に下がった時にドアが開くような仕組みになっています。今回の DIY はこの鉄の棒を動かせるようにバックドアの上の方に穴を開けて、針金を通していって、この鉄の棒につなげていくといった作業になります。今回はこちらの 2.5 ミリの針金をつなげていきます。今回、車内からバックドアを開ける DIY の一番簡単な方法だと思っている理由の一つが、この針金を使うことになります。なぜ針金の方が簡単なのかという理由は、ほとんどの人が鉄の太めの棒を使ってました。いろいろな方の動画を見たのですが、ほとんどの方がかなり太めの鉄の棒を使っていました。鉄の棒だとカットするのもちょっと難しいし、折り曲げる作業もあるのですが、その折り曲げるといった作業も難しいです。針金だと手で簡単に折り曲げることもできて、カットもしやすくて加工がしやすいので、とても簡単に DIY をすることができます。早速やっていきます。まずは車両の上の部分に穴を開けていきます。適当に穴を開ける位置を決めたら、マスキングテープを貼っていきます。マスキングテープを貼った後に穴を開けると、穴が開けやすくなります。早速開けていきます。ドリルの刃も同じ 2.5 ミリを使っています。次に針金を適当な長さにカットします。一応普通サイズのニッパで何回か周りから少しずつ切っていくとカットすることができます。カットした針金を穴に通してみます。穴に針金を通すことができました。穴に針金を通したら下に下げるとドアが開くといった場所に針金をつなげていきたいのですが、針金がまっすぐのままでは途中で他の部品にぶつかってしまうため、ぶつからないように中を見ながら針金を少しずつ曲げていったりして調整していきます。今まで僕が見てきた動画だと、この途中で曲げていくという作業がとても大変そうでした。今回は針金で行っているので簡単に曲げることができます。次に針金の先端に旨味をつけていきます。最終的には接着剤で留めるのですが、今は仮でつけています。次に下に下げるとドアが開く棒のようなものが中にあるので、それと針金をつなげていきます。うまく説明できなくて申し訳ないのですが、実際に中を見て触ってもらうとすぐにわかると思います。下に下げるとドアが開く部分と針金を U 字金具を使って固定させていきます。
針金と U 字金具をつなげたら完成です。針金の先端についているつまみを下に押すとドアが開きます。これでバックドアを車内から開けることができるようになりました。この DIY を針金でやることに少し不安がある方もいるかと思いますが、実際に僕はこのやり方で1年ぐらいバックドアを車内から開けてますが、1年ぐらい経っても問題なくバックドアを車内から開けることができてます。 U 字金具を使って針金を固定させた状態がこの映像になります。 U 字金具はホームセンターで購入しました。2本の針金を固定させるイメージなので、8ミリぐらいのものを挟めるサイズの U 字金具を購入すると良いかと思います。完成したバックドアを開けるボタンを押してみたいと思います。ちゃんとバックドアが開くようになりました。ボタンを押した時の下の動きはこんな感じです。問題なく動作ができたので、つまみをボンドで止めていきます。ボンドが乾いたら完成となります。最後にカバーを元に戻していきます。ということで、バックドアを車内から開けれるようになってとても便利になりました。針金を使うことによって作業も簡単になってますので、ぜひやってみてください。ということで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。